ここはですね、JR の相模湖駅です。今日はですね、小仏城山から高尾山に登ります。はい、それではね、ざっくりとコースの概要をご案内します。出発地点はここ、JR 相模湖駅。駅前商店街を南に下って甲州街道を越えます。で、相模湖畔を散歩しながら相模湖大橋を渡って相模川対岸を15分ほど歩いて弁天橋へ向かって左折します。それで弁天橋を渡って再びね、甲州街道に出ます。で、甲州街道を渡って千木の集落からいよいよ登山開始。1時間ほど登ると小仏城山です。大人の休日、のんびり山歩き。これから出発します。いや、あのね、車は走ってるんですけどね、こう人がいないですね。あの、さっきね、ご年配の方とすれ違った以外はここ5分ぐらい人とすれ違っておりません。あ、ここは甲州街道ね。はいはいはい。いや、こうやってね、街の中歩くっていうのもいいねもう僕らの場合はもう基本的に登山口近くまで車でね、行っちゃうことが多いので、電車に乗ったりね、まあ、バスに乗ったりってことがまあほとんどないわけですよ、カッパバト山隊はね。ただこう首都圏のね、やっぱり山っていうのは、まあ、公共機関利用した場合が圧倒的に有利なんで、まあ、今回そういうことで電車に乗ってきましたけど、さっきね、甲州街道横切ってね、思い出したんだけど、もうね、そうですね、昭和って知らない世代も多いと思うんだけど、平成の前がね、昭和って言うんですけど、まあ、昭和のね、61年か62年頃かな、あの新宿のね、南口ってあったんですよ。まあ今もあるんかな、今デパートできちゃったからね、新宿南口からね、甲州街道に出られるんですけど、その降りてすぐのね、キャバクラじゃなくてテレクラってあったんですよ。そういう、なんていうかな、そのテレクラのね、アルバイトでティッシュ配りをね、しばらくやってたんですよ。3ヶ月ぐらいやったかな。で、結構ね、当時バブル真っ只中だったんで、高校でのアルバイトでもね、まあ結構な額もらえてね、で、まあ残業分はね、現物支給ってことでティッシュいっぱいもらったんですけどまあ大学4年間使い切んないぐらい、まあいただいたんですけど、今ね、ここにいるんですけど、噴水の広場だって。なんかね、ちょっと寄り道しましょうか。あら、立派だね。あのスケールやね、形は全然違うんだけどね、あのパリのルーブル美術館にもね、これ似たようなのがあるんですよ。はい、相模湖ですね。子供の頃の思い出でね、僕ね、ボーイスカートやってて、そのボーイスカートの、まあ、一つ前の段階がカブスカートっていうんですけど、そのカブスカートはね、キャンプっていうかテント泊ができないんで、まあ宿営なんですよ。バンガローとかに泊まるんですけど、その時ね、この相模湖沿いのバンガローかな、何回か泊まったことあります。 いいね、なんか懐かしいね。まあ今日これだけでね、すごく来てよかったって思いますね。デミットでかいね、さすがに。
はい、でこちらがね、はい、ダムですね、相模ダム。こうなってんだ。でもいいね、正直言うとこの辺歩くとこじゃないと思ってたんだけど、こうやって歩いてみるとすごい気持ちいいですね。寄ってみましょう。わあ、なんか歴史あるね。あれがさっき歩いてきた相模湖大橋ですね。あれをね、向こうからこう歩いてきました。そして反対側、はい、これ何川よくわかんないけど、弁天橋。いいね、こういうね、なんか秘境地見たところが好きで最近まあ山歩きもいろいろありますけどね、あの切り立つような北アルプスの峰々もいいけどやっぱりさ、こういうとこいいよね。はい、旧弁天橋記念碑、なんか由緒がありそうですね。おおおお、このコースは面白いねいろいろあるね。あら、あれなんでしょうか、弁天橋猫の会猫の会長があるんだ。あ、本当だね、猫が可愛いね。なんか登りっ返しがきついな。まさかね、相模湖のね渓谷を下ってまた上がるとは思わなかった。このコースはすごい。でもほんのちょっとですね、汗ばんできましたね。やっぱりね、山登りってこうじゃないとね。おう、はい、再びね甲州街道と合流しました。だから甲州街道渡って谷底に下ってでまたね、上がってきて甲州街道を越えて、でいよいよね小仏城山方面に登るという感じなんですかねなんかね、洒落た住宅地って感じですね。あ、わあ、すごい、ひときわ真っ白。細いね。
どうした？弁天橋から 1.6 キロだって。弁天橋ってあの赤い橋ね。うん。で、城山 1.4 キロ。結構あるな。はい。まだね、稜線が遥か上なんで、まあ、だいぶ上がるようですね。はぁ、頑張ってきましょう。はぁ、おい、ベンチだ。おぉ。おぉ、相模湖が見えますね。目の前、富士山、綺麗だね。これは見事だね。素晴らしい。あ、疲れが吹っ飛ぶよね。うん。おぉ。出たかな。おお。いや。知ってるよ。はい。あ、ここに出るんだ。なるほど。うん、確かにあった、相模湖方面の折り口。うん、ここに出るんだ。はい、着きました。城山ですね。すごいな。おお、素晴らしい。私もだけやってみる。いやー、だいぶ混んできたね。飯食いますか。この神奈川側で食うのは初めてだな。あ、いい匂いが来ました。ほら、美味しそうだな、相変わらず、ね。うん、本当だ。これは俺の。今回ね、電車なんでビール飲んじゃいます。
わいい匂いだね。熱燗だったの。そう、熱燗、うん、熱燗だ、うん、あったかいんだよ。うわ、ね、白山来て初めて熱燗だ。熱いよね。あ、新潟の酒か。あ、新潟だ。お、じゃあいただきます。はい、はい、ありがとうございます。あちちめちゃくちゃいいね。あの山頂バーミヤンって感じ。前はねこっちのね春見茶屋で食べたんだけどね、今回は白山茶屋さんで食べました。これ建物の、ね、形が違うのはね、あの東京都と神奈川で条例が違うからこういう差があるんですけど、どっちも美味しかったね。はい、ではね盛況になってきたんで山を降りましょうか。はい、下りはね、高尾山の方に降りてきたいと思います。はい、高尾のね山頂を回避して、まあ、混み合ってんで、はい、1号路の方に戻ってきました。はい、ここはね有名な2階建てトイレです。はい、じゃあね薬王院の方のね口が回んね、薬王院の方に降りていきましょう。はい、というわけでございましてね、今回は、雪のないね1月の登山でした。あの去年はね暮れからずっと雪山ばっか登ってて、でちょっといい加減疲れちゃったってこともあって、今日はね相模湖方面から、小仏城山を得てね、ここ高尾山に登ってきました。はい、ということでございましてね、まあ、帰りも電車なんで気をつけて帰りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。カババでした。